を10分ほどで行っていくレッスンをやっていきます。ちょっと地味かなと思うんですけども、意外としっかりやるとインナーマッスルにね効いて少しずつ体も温まっていきますので、ぜひね一緒にやっていきましょう。はい、ではまずね仰向けに寝転んでいきますね。はい、そうしましたらお膝を、しっかりと立てていただいて、だいたいお膝の角度90度ぐらいです。結構大事、つま先内側外側に行かないでまっすぐと正面、人差し指の延長線上にかかとを置いていきます。お尻の骨、座骨を前の形にふーっと伸ばして、お腹と背中をねしっかりと平らな状態を作っていきますね。肩スーッとお尻の方に下げて、首長く顎を引いて、頭のてっぺんふーっと天井方向に引っ張って、常に伸び続ける意識を、体で保っておきます。両手で三角形作って下腹部に置いていきましょう。まずのところ、はい、この三角形の真ん中にビー玉を置いても転がらないようにですね、お腹平らな状態を作ります。トイレ我慢する力、少し下腹部を引き込んで大きくお胸で吸います。口から吐きながら骨盤をね丸めていきます。あんまりぐーっと丸めすぎるとアウター使いすぎてしまうので、軽い力で吸う息でお腹を長く伸ばして、背筋も長く伸ばしてお腹を平ら、口からふーっと吐いて骨盤を軽い力で丸めて、ちょっとだけコロコロコロビー玉を転がす。吸いながらお腹平らつに座骨天井、失礼しました、座骨頭のてっぺんで引っ張り合い吐いて骨盤を丸めていきます。肩の緊張は取って続けましょう。吸い、お腹を長く伸ばして、長いお腹と背中、吐いて骨盤少し丸めていきます。下腹部吸う、戻して続けましょう。口から吐いて、これのだけの動きでもね肩の力入っちゃうので気をつけて、吸い戻し、お腹平ら、口からふーっと吐いて軽く骨盤を丸めて続けましょう。吸い、小さな力で大丈夫、吐いて。地味ですがね、これがまずできないとピラティスエクササイズできないとも言われてます。吸い、息戻って、口からふーっと吐いて丸めて、ラスト1回いきましょう。吸い、お腹を伸ばして、吐いて、ふー、丸めたら背中床についたところでストップです。お胸で吸い、口から吐いて右足をアップ、90度持ち上げましょう。足のすねが床と平行、吸って、吐く息で右のお腹を少し落とすようにして左足もアップ、90度持ち上げます。足の内側同士揃えてもいいし、そのままでも OK。 両手、体の横、手のひら、また顎を引いていきます。頭のてっぺんぐーっと引っ張って、この状態で呼吸だけ取りますよ。お胸で吸って横に広げて、口から吐いてエイム、ふーっと引き上げて、意外とこれしんどい、大きくお胸で吸います。口からふーっと吐いて、きつい方に片足を下ろしちゃっても OK。 お胸で吸い、口からふーっと吐いて、体をね少しずつコンパクトにしていくイメージ。吸い、吐いて背中床にふーっと落とす、意外としんどい、吸って、口から吐きましょう。地味ですがしっかりやるとだんだん体が熱くなってくる。吸い、口から吐きましょう。ふーどんどんね肋骨内側に締めて、お胸です。吸い、吐きましょう。あと2呼吸、お胸で吸います。口から吐いて背筋も長く伸び続ける。ラスト、吸い、吐きましょう。ふー、 OK、 頑張りました。息を吸います。吐く息で片足ずつ丁寧に下ろしましょう。お腹の緊張そのまま丁寧に下ろしたら少しふーリラックス。はい、OK。 そうしましたらお腹と背中はまたやな状態をねもう一度作っていきましょう。次も地味ですがね、意外とねちゃんとやると大変。はい、そうしましたら息を吸い、吐いて、エイム引き上げで、トイレ我慢をする力、そうすることでお胸がね広がりやすくなります。吸う息で両手バンザイ、天井に持ち上げましょう。吐く息で右手を頭の上バンザイ、この時ねお胸がついてこないように、吸いながら肩甲骨コロコロコロと転がすようにして、重たい右手を元に戻して、吐く息で今度左手ですね、肩甲骨上の方までコロコロコロと転がすようにして上げて、吸
吸いながら戻します。これも地味なんですが、体幹が動かないように、吐く息どうぞ。右手動かしてますが、左手はそのままです。吸いながら元に戻って、お腹丸まったり反ったりしてないですか？吐いて、左手、ふう。意外とね、手って重たいんですね。吸いながら元に戻して、体一緒についてこないで、吐いて、ご自身の、ね、体に何が起こっているのか少し集中しながら吸い戻します。吐いて左、吸いながら戻して、あと1回ずついきましょう。吐いて、骨盤ね動いてないですか、気をつけて吸い戻します。吐いて左、ふー。最後ちょっと大変、両手いきますよ。吐いて、両手万歳すると背中ね反っちゃう方多いので気をつけて、吸いながら元に戻しましょう。お腹ねコルセットを巻いたままどうぞ。吐いて、二の腕ね全部つかなくて OK。 ゆっくり吸う、戻します。吐いて、ふー。続けましょう。吸い戻して、体幹グラグラしないように骨盤丸めすぎない。吐いて、吸って戻しましょう。あと2回しましょうか。吐いて、背中絶対反らない、戻して、ラストいきます。吐いて、ふー。 OK、 吸いながら丁寧に元へと戻ったら両手を下ろしていきます。はい、ではもう1個だけいきますよ。両手を組んで頭の後ろです。さっきのね足の形作っていきますね。大きく息を吸い、吐いて、エイム引き上げる、これとっても大事。息を吸い、吐いて、左のお腹を落とすようにして右足より背を持ち上げます。吸い、吐く息で今度は右のお腹を少し落とすようにして左足をアップ持ち上げて、足は揃えてでもそのままでもどっちでも OK。 息を吸い、吐いて、背中を少し床にふーっと落としましょう。背中と床仲良しの状態。息を吸います。吐く息で上半身伸び上がるようにアップ、無理やりで起きなくていいです、ほんのちょっとで OK。 吸いながら背骨を長く伸ばしながら元に戻しましょう。口からふーっと吐いて、背中で少し床を押しながら骨盤丸めすぎないで吸い戻します。大きく口から吐いて、縮めるのではなく伸び上がるイメージでアップ、吸いながら下ろしましょう。少しスピードアップして10回で最後終わりましょう。吐いて1、吐いて2、骨盤動かない、吐いて3、吐いて4、お首だけの動きにならないで、吐いて5、吐いて6、背中を落として、吐いて7、吐いて8、吐いて9、ラスト吐いて10でキープ。気持ち背中でもう一つ床を押して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 、お腹膨らまないで、あと5キープ。1、2、3、4、5。 OK、 お腹の緊張抜かないで丁寧に頭を下ろし、片足ずつ丁寧に下ろしていきましょう。はい、そうしましたらお膝はねご自身の方に引き寄せ、少し軽かな、太ももの裏に手を添えて、体をこの頃揺り動かして、起きるところでお体を起こしていきましょう。はい、お疲れ様です。よかったらまずはこれができるようにして、そこからね少しずついろんなねエクササイズができるといいかなと思います。